つまり密室、そうでないとあの瓶の中に戻、そしてそれは密室が破られた後で化学室の棚に戻され、逆に現場に落ちていたプロテインの容器、おそらく密室が破られた後の、つまり待て、話が冷やった。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。それに大神が毒を飲んだのはプロテインの容器が現場になかったとすると、大神はどうして毒を飲んだんだ。そうね、その説だけど、その前に確認って、そのプロテインの大神さんの死体を発見した後、誰か、何の話だ。いいから答えて。身に覚えがないな。ごめんな。で、同じく、そう、やっぱりあのプロテインの容器を持ち込む。いい加減にしろ、俺にわからんことを。なぜ、間違いない、あのプロテインの容器、密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたのか。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。それは違う。現場に落ちてた容器の周り、お前が割った窓ガラスの破片、あの破片が散らばってたのはプロテインの、あの破片は容器の下、ガラスの破片がプロテインの容器が置かれたのは密室そうか、さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたのは、破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばした。そっか、その可能性を前も、おかげではっきりしたでしょ。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だ。だけどそれらは密室が破られ、プロテインの容器は娯楽室に置かれ、だとすると大神が毒を口にした、毒の入ったプロテインの容器を受け取ったから。いや、きっと大神さんは毒薬の瓶から、密室時の現場にあったのは毒薬の瓶だけとなる。それ以外のか、そう、大神は僕と知りつつ、そんな、会ってみろ、話してみろ。いや、まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、朝日ナッチが持ち出して、苗木君はどう思う。これだ。僕は殺されたオーガチン。何言ってんの。いいえ、大神さんが科学室に行っているのは確か。嘘だよ。なんでそんな嘘。朝比奈さん、大神さんの足の甲、
足。この黄色い粉末だよ。黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのは。あ、でもどうして化学室の粉末なんかが。しかも足の甲って。あの粉末が撒き散らされた時、大神さんがその場に立って。大神さんこそが。大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末が撒かれた方向の反対側に立った。から直撃は避けられた。その際に舞った粉末が。そう考えられるはずだよ。じゃあなぜ大神さんは C の棚に毒薬を取り出す以外は考えられない。違うよ。だって違う。これが僕の答えだ。大神さんを殺したのは大神自身が。つまり。そんな信じらんない。 I can fly。 確かに信じられない。いや、でもそう考えると、全ての大神さん自身に毒薬を取りに行き、自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎。あの密室はきっと彼女は邪魔が入るのを防ぐ。大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬、そしてその毒薬の瓶は密室が破られた後、ある朝日の日、全ては捜査の攪乱のため。大神さんの死体を見つけた時、その理由は、あなたはその入り口付近に毒薬。朝比奈さんが毒薬死体を発見して驚いている僕と。それに今思えば、その後の朝比奈さんの行動も何か。あなたはみんなを呼びに行くと言っていた。本当は容器の入れ替えを行うため。そして化学室に行ったあなたは、そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶に空のプロテインの容器だけを持って。そう考えれば、あの足跡の辻褄も。その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に戻ってきた朝日。みんなの視線が大神さんの死体。あの時気づくべきだった。本来の朝比奈さんなら、誰よりも真っ先に大神さんの。本来の朝比奈さんなら。大神さんは自殺だ。朝比奈さんはその事実を隠すために、死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。だからこそ、あれらの証拠、粉末に残った足跡や入れ替えた後の。朝比奈は自分が犯人と見せかけるために。
これが事件の全貌だよ。今回の事件は大神さんが呼び出された3人のうち、最初に娯楽室津川さんは一足先に娯楽室のロッカー、津川さんはその中に隠れた。そして大神さん次に娯楽室に、そこで大神さんに殺されると勘違いした葉が、思わず娯楽室にあったもの、大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠れ、テーブルの上にあった雑誌にある人物の名前を書いたんだ。深川、つまりだけど当の深川さんはその様子を見てたのだ。深川さんはすぐに廊下、だけど彼女は雑誌を棚、その直後目を覚ました大神さん、大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイド、そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見、やっぱり取り乱した。そして葉隠れ君と同じように手にしたモノクマ、これが大神さんの頭部に二つ、大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片、こうして大神さんは同じ凶器で、でもその二回の殴打たちは大神さんの本当の、大神さん自身が科学室から持った、彼女は娯楽室を密室にし誰も入れない状態そしてその死体を発見した僕らは、でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいた。その人物は娯楽室に、そして僕らが見ていない隙に、そうすることで今回の学級裁判も、そして朝比奈さん、これが大神さんは、朝比奈さんはその事実を隠した。それがだが、苗木、どうしてお前が、どうしてお前ご、俺がたどり着けなかった。まだわからないよ。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。だからね、言ったでしょ、人の感情というものを軽んじていると。こらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ。